カダの城で僕とカグラちゃんは銀さんと別れた。城のどこかに囚われている西郷さんの息子を助けるために先にキャサリンさんが忍び込んでるけれど、城内はカダの手下でいっぱいだ。キャサリンさん一人じゃ危ないし、早く僕らも行かないと。シンパチ、さっきから何一人でブツブツ言ってるね。いやあ、ちょっと急に割り込まないでよ。あまりに影が薄いからってセリフ増やして目立とうって魂胆あるか。でもはっきり言ってキモいね、逆効果よ。これはそういうのじゃないから、大事な説明だから。僕らがこれからどこに何しに行くかちゃんと説明しとかないと。そういうのどうでもいいね、敵を全部やっつける、それだけよ。目的違うから、ヘルヒコ君助けに行くだけだから。今の僕らは静かに忍び込み獲物を奪う怪盗なんだ。ああ、誰にも見られないのにレオタードでキメキメのあの3人組あるな。まあ大体そんな感じだから。街はきらめくドラゴンフルーツあるな、分かってある。ちょっとそんなトゲトゲしたフルーツじゃないから。パッションどこ行った。